疑問。中野のセカンドコンバートは本当に正解なのだろうか。中野のセカンドは本当に正解なのか。範囲は大丈夫だと思うけど、ショートより強い送球できなくなりそうで。テレビ見ながら、なんやそれとかふんわりとか言うの嫌だな。正解かはわからんが、中野のセカンドは全く問題ないよ。というか吉川とかあの辺のクラス。セカンド守備は一気にトップ取れるかもしれん。これを見ろ。たまんねえ高校球児中野のセカンドの動画も見たけど今と全然変わらんかったわ。これランナー打球に当たらんように一度止まってるしな。普通に走ってたらセーフや。まあ中野は普通に走ってたら一塁に投げるかな。そういうの含めて二遊間うまいわ。ええがな。合格。中野はそもそもセカンドの方が良いって散々言われてたろ。ショートがまともに機能する人間が他におらんから矢野もショートで起用せざるを得なかったわけで。守備範囲の広さに対して肩が追いつかないからショートだと良さが半減するんよね。ショートで UZR プラスなんだからそらセカンドなんかできるわな。菊池に対抗心出してる急にショートに戻すとか言わなければ GG も狙える。中野もセカンドやる気だし何の問題もない。出塁率もそこを評価されると思えば上げてくるだろ。前までは積極的な打撃が評価されたし。中野で心配なのはフリースインガーを耳でやめるってこと。足早いんだから空出たいと思っとるやろ。なのにフリースインガーをしてたってことはなんか理由があってこそやその理由もわからず糸原みたいな打撃に転換させられて前の力も発揮できなくなるのではとは思っとる。中野に問題あると思ってる奴は一人もおらんやろ。ショートでベストナインやし、問題はもう一人の二遊間、それだけ。中野セカンドの是非は守備力ではなく、他球団の同ポジションとの比較で優位性があるかどうかだと思うんだが。誰がやっても他球団への優位性なんかねえからOK。中野セカンド自体は悪くないけど山のようにいるセカンドで出れる選手の使い代がなくなるだけ。中野セカンドってセカンドのうぞうむぞうに蓋をするための措置だよな。小畑ときなに以外にチャンスを与える気がない。とりあえず、試合見てみないとなんとも言えんわ。ハマるかもしれん、ダメかもしれんし。